だから僕が過去に行ったこと、うんうん、数年前とかまでに行ったことをまとめた本が一番売れます。例えば分かんないけど、僕はテレビ局を買おうとしたことがあったじゃないですか、はい、あの頃言いたかったのは、実はアマゾンみたいなサブスクリプションモデルなんですよ。これも動画コンテンツが欲しいのかとか、そんなんじゃないんですよと。テレビを見てる人たち、その人たちに対して i モードとかそういう情報を伝えるために月500円なり1000円なりを払わせるようなビジネスモデルを作っておいて、将来的にブロードバンドになったら映像を流せばいいじゃないですか。アベマ TV とか見て、あ、なるほど、ネットフリックスとか見て、なるほどって思ってるから、ああホリエモンの言ってたことは正しかったんだねって思ってるから、ネットテレビの話とかを書くとみんな納得するわけです。だけど15年前に書きますからね、僕は。